この後に飛んじゃダメかな。飛んじゃいけないところで飛んでた。地に対してやっぱ垂直は必要なんですけど、飛んじゃいけないところもあるから。そこですね。そこの理解と、あとやっぱり、投げを食らいすぎかな。下手したらともかく地に投げ食らいすぎは致命傷だから、そこの対策ですね。下手しの投げを透かして、垂直からっていうのはまあ合ってると思う。もうできねえ。ネオマで一応取れるんですけど、ネオマの入力も間に合わない。ゴール地獄だけで戦う戦士ユニマルの
るほど。サイコボール、サイコボール、サイコ。投げ暴れ、ちゃんと壊しが刺さっていない。 D 投げ暴れですね。ケンス使うんだ。最初ケンスの可能性あるな。あ、そうするんだ。マックステライジン好きだね。ウリベニマルは別により不利ではない。それは確定だよ。 KO!
数にわざわざ変えた理由があるんだろうか。うまい。なるほど。からの端に発光バレないのか。はい、前が出なかった。いい投げ暴れを釣っていく。うまい。ユリとケンス当たるの相当珍しいですね。暴れる、すぐに。
ああ、件数だけに算定されたのか。この三段蹴りは一応ジャンプ攻撃が隠るので、ちゃんとジャンプ攻撃隠らせましょう。中ジャンプ C が隠るので、まあまあまあ安い外したぜ。あー、なの外せてないのはなんか納得いかんな。わし食らうのはわかるけど、それしかないじゃん。だってあの距離だと隠らないか。キャラが好き。
総居合は5フレで空手の立ち B 小足はプラマイゼロですけど4だからまあ一応発生勝ちですね。見てない。まあ、サイハーもう一回入りましたね、多分。それで倒せてた。すぐバラす。身を曲がるのか。なるほど、これはうまい。
ヤオキャンがワンピーが全くできない。走ってたか。とりあえずこれで。パラパワーでなんとかしていく。しゃがみ D を出してしまった。パン直発動とかでよかった。上には判定はないんだよな。覚えときましょうか。ベニマルの居合、稲妻キックの咎め方みたいな。3秒29ですね。発動でしたね。今後選択ミス。
どっちでもよかったか、生き攻めでも死なないしな。ダメージはあっちですけど、見えね。現流電局。おお。はい。まだ発動ゲージたまらない。42秒は切りたいですね。
強すぎる。トラック振ってるんじゃダメですわ。うまい。二刀撃や。なるほど。これはドライブゲージ的に。ヤンブトは強い。EX ライオケンが出る前に潰していく。小技をめっちゃ振って、いう癖がありますね。恐竜だよね。
今のでダメか。このベニマル負けんのつらいな。対空とか全然出せてないしな。よっこれで 70% いくなぁ。高いジャンプ飛ばれたく落とされたくないんだろうから、そこを狙おうか。禁止で勝てない。分かってても禁止で勝てないですね。見てから出してるんですけど。いやー。これでうまいと思われたら困るわ。これで自分のことうまいって思ってそうなところがむかつく。ベニマルのジャンプに禁止いけないのか。レクスランサとりあえず、ベニマルの禁止は見てからでは取れないってことが分かったんで、そこを狙いましょう。
れな。ベリマルでうまいって思われたらマジでムカつくな。さて前転するの困ったら前転するだけのベニマルじゃん。ぴょんぴょんしてさ、いやーこれでうまいって思われるのはダメ。最終的には勝って終わらせる。やばい負けた。うわ、ね、困ったら前転の人だからこの。こうやって、はあ、見てから対空できないから。一回もしてないじゃん、その上に丸。そりゃ分からせるよ。困ったら前転とかなしの。とバク転でしょ。
あ、でも、ベニマルに端に埋められた時の高い被せに金 C はスカっても普通に勝てないってこと分かったんで。禁止暴れはダメですね。もうしっかり昇竜をなんとかして頑張って打つか。もうパラしか D 投げこすりしかやらない人だからもう両方とがめましょう。悔しいな。
回も見てから勝利打ってないよねこの人。預かれたら暴れてさすら乗っかってくるだけのベニマルにしか見えないけどな。あ、やっとできた。あ、見てる。これで弾打ちうまいって思ってそうなところがムカつくわ。出せない。最初すんの。ちゃんとジャンプし、中段しからこうやって入れましょう。はい、まだかわいそう。
なるほど。ナイスコンボ選択。1ゲージだけ。支援が出ない。死んだか。さあどうしましょう。臭い。うん、残念。どうしよう。まあまあまあ頑張りましょう。空手で仕留めたいですね。なるほど。
ウクレナ、何を出したんだ。重なってなかった。聞いたかった。まあでもゲージはありますからね、こっちの方が。そこで使ってくれてラッキーって感じか。支援が出ない。おー、キャラの力。なるほど。
届かない。バク転に引っかかりましたね、今 EX さん。やりまれが。なぜかい。何それ削り技、ケンスのあの竜ごっこっていう削り技を使ってこないところが、見てる。ロバートは対空しっかりしてるのにベニマルはなぜか対空が出ない。何それ。もうすごいですね。こんにちは。なるほど。ベニマルが久しぶりに対抗出した。まあ30秒切りたかったんでしょうね。Yeah!
このチェーンの後は一応ケース不利ですから割り込めますよね。マイナス2とかあったはずなんで。なるほど。ちょっとラグも入ってきたし、もうこの風船で終わりにしましょうか。舐めすぎでは、その。この勝利は舐めすぎだよ。勝利はちょっと舐めすぎではね。僕は負け確じゃん。だってうーん、全部前転だからな。何回とかめても多分前転と後転こするんだろうな、この人。ジャンプしとけばええやんって思ってるのかな。咎めてるんですけど、ほとんど暴れてるもんな、こいつ。それで結構咎めてるんだけどな。
もロバ折りなんてオフだと見えない、見えますからね、別に普通に。まあしょうがない。ムカつくわ。こんな動きの上に丸にやられるのはなんかな。ムカつくね。俺に勝って勝ち越せるんだったらいいんですけど、勝ててないからな、この動きで。全部バク転。おお、ラグ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 。もういいだろ。ちょっとラグいのも嫌だし。おー、見てる。
ちょっとラグが強くなってきましたね。立ち、今の立ち暴れダメでしたか。発動ミスは痛い、痛すぎる。爆点とがめましょうか。爆点しとけばええやんって思ってるのかな。まあしょうがない。爆点を咎めましょう。頑張って、ほとんど爆点だから件数は。全然人のこと言えないムーブをしていく。まあとこれリエクサーウェーバーの出し切りでも死んでたから、でも今のはやるだろう。
お前今の龍神曲うますぎだろ。なのは称賛せざるを得ないな。俺にはできねえ。もうなの？どうしようか、もう行く、死ぬか。そんな。いや、一応居合に、ガキャン転転したらマイプラス6になるんで、インシは普通にかくってましたね。ただ向きがわからなかった。これ勝てるなって思って。
ってしまう。おい、おい、冒険ばっかりやってたからね。はい、こっち向きのヒエンヒエンがちょっと、昇竜ヒエンヒエンがかなり苦手なので、もうちょっとドライバー早くかな。なるほど、暴れ潰しになってる。いやマジか、期限読めてたのにか、うん、俺はワンチャンを残されてしまう。